こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。小中高生に大人気のスクイーズ、高く売りたい方法大公開というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画では、小中高生のねスクイーズって非常に、人気ありましてですね、その商品がですねどれくらい高く売れているかですね、ぜひね紹介をさせていただきます。それでは早速いってみましょう。はい、はい、こちらですね、先ほどですね、スクイーズもちょっと調べておいたんですけど、非常にですね、例えばですね、こういったいろいろありまして、結構高く売れてるんですよね。例えばこの3333円ですね。こうやって見てびっくりしたんですけど、すごい、もう何でしょう、本物お菓子かなこれ。あ、パン、ニューに、ようなね、こういった風に。新品未開封品とかって。あって、これどこで買ってくるなと思ったんですけど、こういうのとかありますよね。3330円、すごい高いですよね。これびっくりしたんですけど。はい。その他ですね、いろいろちょっと見ていただいてですね。いろいろありますよね。そう、こんなのありますね。例えば、ここらちょっと見てみますか。スクイーズ詰め合わせですね。はい。とりあえずスクイーズなんかこれ未開封してないですよね。おまけですかね、なんかの。おもちゃとかの。UFO キャッチャーのおまけですかね、こういうの。いろいろあるようになってですね。で、こういうの多分見てわかると思うんですけど、家にいらないね、スクイーズとかおもちゃとかってまとめてね、売っていただけば、こういった6660円で売れるってことですよね。こういうのいいですよね、これなかなか。はい。ですね。で、先ほどちょっと調べて面白いなと思ったのがあったんですけど、これですね。手作りってあるんですよ。手作りスクイーズってびっくりしたんですけど、これ自分で作ってるんですよね、これ。なんかおかしいっていうか、これすごくできてるなと思ってびっくりしたんですけど。なんか今流行ってるケーキのお菓子あるじゃないですか。秋葉原のね。なんかこれもね、結構こういうのあって、もしこういうの作れる人だったら自分で作って売っていただければ、結構高いですもんね、4330円で。この作るスキルってね、持っていただければ、こういった風に売ると思うんですよね。はい。なので、ぜひね、ちょっと簡単になっちゃうんですけど、こういった風に結構スクイーズって、売ると結構お金になると思うんで、いいお小遣いになると思うんですよね。これすごい高いんで。なので、ぜひね、このスクイーズっていうので検索して、見ていただければ、同じような商品ならね、売れますので、ぜひね、いい副業っていうかね、お小遣い稼ぎになるかと思いますので、ぜひね、やっていただければね、いいかと思います。はい。はい、今回の動画は以上となります。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げる詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録したいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。